この度京都賞をいただくということになって、大変光栄に思うと同時に、なぜ私かという思いに駆られています。これまで私たちが進めてきましたオートファジーの世界というのが、こういう発展をしてきたのだということだと受け止めて、これまで私たちのと共に仕事をしてきてた仲間と、素直に、喜びたいと思っています。まあ、いろんなスタイルの研究者というのがもちろん世の中にはいるんですが、私は、私でしかないので、どう頑張ってみても私のスタイルでずっと研究をしてきた、長年ずっと研究をする場が与えられたということがとっても幸せだというふうに感じています。ますます日本の若者が研究というのに興味を持って、新しい仕事が日本から発信されていくようになるということを、切に望んで、おります。